動画はですね、やっぱり説明するよりも視覚的に見た方が分かりやすいっていうのはやっぱ動画を使った方が今圧倒的にね、うん、いいですね。さっき言ったみたいに着物だったら着こなし方、スーツの着こなし方を見せてあげたりとかね、これ文章で説明したりとか写真で説明してもなかなか分かりづらい、でも動画だとすぐ分かる、うん、まあ、マッサージとかもそうですよね、言葉で説明、実際こうやってやってたりとか施術もそうですよね、うん、やこういうふうにやってるとすごく分かりやすい、ものを作ったりとかね、そういう作り方とかもこう動画で説明するとすごく分かりやすかったですよね。今だとこうオンライン動画っていうのがすごく人気出てきて、まあ、セミナーとかね、授業とかね、こういうのももう本当どんどん動画で見れるような時代になってきたので、もう分からないこととか知りたいものはどん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 動画で勉強していけるというような時代なので、まあ、これからは勉強しない人と していく人の差がどんどんできてくるのかなというね、うん、もう理解できる人はもう小学校でも高校の勉強したりとか大学の勉強したりとか、まあ、どん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 こうオンラインで勉強していくような時代になるので、うん、野球でも本とか買ってお金払う、うん、そうね、ゴルフもあるしね、だから今の若い野球選手もそういう知識がすごい、うん、だからレベルがねもう全然上がってる、うん、っていう時代になってきてます、うん。